中火でガンガン焼いた時です。こっち、まあシンプルにご飯で、何にもない時の救世主だね。はい、始まりましたケマズクッキング。ね、今日やる料理はね、じゃじゃん、ピーマンかって言いましたね。ピーマンですよ。それとね、まあちょっと今の時期このね、青唐辛子出てきましたね。で、これを使ってちょっとね、めちゃくちゃ便利なピーマン味噌っていうのやつを今日作りますね。早速やっていきたいんですけど、まあまずね、今日はピーマン味噌ってことで、ジムちゃん、はい、ピーマンと味噌の栄養素的にはどうですかね。はい、まずピーマンなんですけど、はい、ピーマンにはビタミン C がたっぷり含まれているみたいで、はい、うん、紫外線からのこのダメージを軽減してくれて、シミやそばかすだったりを防いだり、シワやたるみを防ぐ美肌効果が高い栄養素として知られていて、味噌なんですけど、抗酸化性のあるビタミン E っていう成分と、あと大豆サポニンっていうのと大豆イソフラボンっていうのが含まれてて、これが老化を抑制してアンチエイジングをする効果が期待されるっていうふうに書いてありました。まあ、つまり美肌効果があり、うん、まあ味噌には老化防止みたいな、そういい働きがあるんですね。若味性のなんか若くなるんだよね、うん、じゃあそういうことだと思いますねそういうことだね、うん、じゃあ早速やっていきますか。じゃあね、じゃあピーマンちゃんね、今日2袋使いますね。まあちょっとざっと洗っていきますね。よいしょ、よし、じゃあ早速やっていくんだけど、じゃあピーマンはね、こういつも通りね、こうやって真ん中取って、で種だけ取っちゃいましょうね。こんな感じでね、はい、これで全部種を全部取っておきます。はい、そしたらね、このピーマンはこんな感じでね、こういう感じで、そうだな、5ミリ角ぐらいのこうちょっと角切りしていきますね。こういうなんていうか、みじん切りではなく、ピーマンの存在感も感じたいんですよ。なんでこういう感じで、こうピーマンの存在も感じるんだけど、でもこれはもうピーマン味噌ってことで、こうなんていうのかな、こう調味料的な扱いするんで、ゴロ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 してもこうあれなんで、ちょうどねこの5ミリぐらいの角ぐらいだとピーマン感も感じられて味噌にも馴染むので、こういう形でこうカッティングしてください。はい、こんな感じでね、ピーマンしっかりこんな感じで切り込みしました。そしたらね、今度これに対して、これ青唐辛子なんだけど、青唐辛子は結構効きますからね、ここは皆さん好きな本数で調整してみてくださいね。僕は3本程度にしておきますね。そしてその青唐辛子がもし手に入らなかったら、入れなくても別に構いませんね。入れなかったら辛みがない、まあ穏やかなピーマン味噌になりますね。ただこれには結構爽やかな苦味の中にピリッとした感じっていうのがものすごく合うんでね、もしよかったらこう青唐辛子入れるのがおすすめです。そしたら辛いの好きな人もバチッと入れちゃっても構いませんが、僕は3本程度入れますね。そしたらこれヘタだけこれ取って、でこっちの方はこうね、こう細かく切ります。よし、さあ次の工程いくんだけど、ここから先はどん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 ね、ピーマンを炒めて油になじませて、青唐辛子の香りを引き出してから味噌と合わせるっていう作業になります。で、味噌の辛みと旨味をこう調和するために合わせ味噌を作っておきますね。普段の炒め物より若干このしょっぱみの割にしていきます。割合はこの味噌、みりん、酒で基本的なところは味を調整するんだけど、1対1対1です。どのぐらい作るかって言ったら、これ大さじ3杯ぐらいが適切かなと思うので、3対3対3にしますね。なんで味噌を大さじ1、2、よし、3。ね。はい、そしたらみりんね。みりんも1、2、3。はい。そしてお酒ですね。お酒も1。これでものすごくすっきりした感じの味噌だれの元になりますね。まあシャープな味が好きな人はこれで結構なんですけど、ほんの少しお砂糖を入れてあげると角が取れて、お子さんとかでも食べやすい味、ね、なんでここは小さじ1杯程度でいいです、はい、小さじ1杯程度で、これで合わせ味噌の完成ですね。でこれに対してですね、今度香りを入れたいんですけど、これニンニクと生姜入れます。これちょっと大きめのこのニンニクね、一かけ、これに対して同量ぐらいの生姜を入れます。なんであらかじめここにもうね、すっておきますよ。はい、それに対して生姜も、で生姜やるとき必ず「しょうがねえなこの野郎」って言いながら、大体目見当でね、今のニンニクと同じ程度入れれば大丈夫です。これで味噌だれの元が完成です。はい、そしたら早速仕上げていきますね。油ね、大さじ1杯、
2杯分ぐらい入れる、はい、それでピーマンをまず炒めていきます。でピーマンと唐辛子ももう入れちゃってください。そしたらね、ここでしっかりピーマンと油をなじませて、このピーマンと油ってめちゃくちゃ相性がいいんですよ。でこのほろ苦さと同時にここで青唐辛子の辛みもこれ引き出しますし、油と合わさることによってこのピーマン自体も柔らかい苦味というか、これが単なるこう合わせ味噌と違う部分になってますので、ここで油をしっかりなじませることが大事ですね。はい、こうやってねしばらく炒めるとしっかりねピーマンがちょっとねクターっとしたイメージになるのが分かりますね。こうやってね、この炒めることによってこのピーマン独特のこのなんか青臭さみたいなのもあんまり気にならなくなりますから、それと同時にこの青唐辛子の辛みがしっかりここで引き出されている状態になってます。はい、そしたら先ほど作ったこのね味噌ダレ、これを一気に投入します。はい、そしたらしっかりこれを入れ上げていくと、で最初はお酒とみりんが入ってますからこんな感じでシャバシャバしてるんですけど、これをもうしっかりこう入れ上げることによって詰まった状態まで持ってきます。これで、でここはね弱火っていうじゃなくて全然ね強火で平気ですからね、どん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 こう飛ばしてって、まあ、照りが出るまでもうガンガン入れ上げますから、ここはね、まあ、結構な強火でガンガンやったら平気です。はい、しっかりねしばらくこうやって入れ上げていくとこんな感じで、最初のあのシャバシャバ感がなくなってかなりのこのとろみがついています。はい、そうしましたらもうこれで完成ですよ。はい、そしたらねここでこのままでもいいんだけど、これにはねめちゃくちゃごまが合います。ここでお好きなだけ入れちゃって構わないんだけど、もうね本当にたっぷりめに大さじ、まあ、2杯分ぐらい、このぐらい入れちゃって全然いいです。でそれともうさらにこの追いガツをねするとさらにねこのね調味料として使うときにうまみが増すんで、これを 4g ぐらいかな、これ追いガツをします。これでカツオのうまみでさらにうまみと香りを足した状態ですね。これでしっかりこんで入れ上げて、はい、これでねしっかり練り上げ、全体に混ぜたらこれで完成ですね。そしたらこれをいつも通りねこう清潔なタッパーにこう入れて、はい、こんな感じで一旦完成しました。ケマス式超簡単ね、万能ピーマン味噌の完成です。よし、じゃあね今日はじゃあ出来たてのねこのピーマン味噌でやっこなんかにこうやってね醤油、お醤油の代わりにねこうやってこうピーマン味噌をこう乗っけてさ、であとはもう超シンプルなんだけどこのねご飯にこうちょっとこう何もない時にこれ作っておくと、これ冷たくてもうまいから、冷たくてもこんな感じでねご飯にシンプルにこう乗っけて、ピーマン味噌ご飯、はい、じゃあこれで試食してみたいと思います。よーじゃあね早速ね食べてみたいと思います。はい、今日の感じこれですよ。こっちやっこにしたのね、こっちまあシンプルにご飯でね、じゃあ早速これを食べる前にいつも通りチューハイタイム、皆さんお疲れ様でした、乾杯。あー美味しい、もう毎日楽しい。じゃあ早速食べてみたいと思います。いただきます。じゃあまあまずねこのシンプルに冷ややっこいってみるか。こうお醤油と違ってこうたっぷりこう乗っかってる感じで食べれるからね。いただきます。うん、これはもうめちゃめちゃ美味しい。これは美味しいよ。この味噌のこってり感にこのピーマンのほろ苦い感じに後から追いかけてくるこの青唐辛子のこの何とも言えないこの清涼感のある辛み、鰹節とごまの感じがねすごい濃厚で、普段食べてるこの冷ややっことは全然違う味がありますね。うーん、これは美味しいですよ。じゃあ早速次ねご飯行ってみようか。うん、おいしい。何にもない時の救世主だね。これがあったら何にもいらないよ。これはおいしいわ。じゃあちょっと千村君。はい。はい、じゃあちょっとね食べてみてください。はい。まあまあまあ遠くからいこうか。わかりました。いただきます。うん。うん。これはめっちゃおいしいですね。
これめちゃくちゃ美味しいでしょ。あーいい、うん確かにこの青唐辛子が後からこう来るんだよね。後からでしたね、入れた瞬間というかは、うん、お肉入ってんのかなってぐらいこう、そう、肉と同じぐらいのコクを感じるよね、うん、じゃあちょっとご飯こっちもじゃあ間違いなく間違いないんだよこれ、うんあ、これすごいわ、ほんとに何にもなくてもいけるでしょ。何にもなくてもほんといけますね。おかずですね、ちゃんとこれはもうおかずなのよ、うん、で、しばらくこれはね、塩分濃度ちょっと強いんで、これ冷蔵庫でしっかりね、しておけばまあ1週間ぐらいは全然持つんで、で、ちょっと水っぽいなって感じたら、あの味噌ちょっと足すとまた戻ったりなんかするから、まあそうやって調整しながら食べてみてくださいね、うん、で、これでね、おすすめなのはこのままでもいいじゃん。はい、お湯沸かしといたんだけど、持ってきてくんない？あ、はい、これ単なるお湯なんだけど、お茶漬けみたいな状態で食べれる。なるほど。もしよかったらやってみたら。はい。おう、うん、ピーマン茶漬け、うわー美味しい、うん、で、夏場だったら、まあ、暑苦しくてしょうがねえなって言ったら、あの番茶とかさ、冷たいやつでもいいのよ、うん、冷たい茶漬けにしてもうまい。絶対美味しいです、それも、うん、これさえ作っときゃもう本当に万能なんで、何にもない時めっちゃ重宝するんで、ぜひよかったら作ってみてください。ということで今日のこの簡単料理ね、はい、粉末式超簡単、ピーマン味噌、はい、大成功でーす、はい、皆さん簡単なんでやってみてください。今日もご視聴ありがとうございました。はい、ここからね、反省会雑談やるんで、よかったら、サブちゃんに飛んでくれると嬉しいです。じゃあまたね。